はい、皆さん、こんにちは。今回何かし言及させていただきたいかというと、番組をご視聴いただいている方からぜひとも言及してくださいという件がありまして、今回言及させていただきたいと思います。国際問題ということで、日韓関係に関わる問題ということでね、今話題となっているということでございます。これに関して、読売新聞の記事をまずちょっと引用させていただいてね、その後こちらの白板を使って、解説させていただきたいと思います。記事を読まさせていただくと、まずお題としてはですね、慰安婦訴訟、日本政府への、賠償請求を韓国地裁が、却下、1月の日本敗訴判決と判断分かれるということで、この件に関してね、まず記事を読まさせていただいて、解説させていただきたいと思います。韓国人元慰安婦ら約20人が、計20人が日本政府を相手取り、総額約30億ウォン、約2億9100万円の損害賠償を求めた訴訟で、ソウル中央地裁は、21日、請求を、却下する判決を言い渡した。地裁は、国家の、行為や財産は他国の裁判所では裁かれないという国際慣習法上の、私権免除の原則を認めた。日本政府を相手取った、韓国内の元慰安婦訴訟の判決は今年1月の、ソウル中央地裁判決について2件目だということで、前回はね、裁判長が私権免除を認めず、日本側の全面敗訴判決を言い渡しており、に評判断が分かれたということで、この件に関してね、述べさせていただきたいと思います。これは今ね、かなり話題となっていて、今、多くの方が問題提起してメディアが扱っているわけだけど、これに関してね、まずはこの前回、今回2回目ですね、この慰安婦の訴訟に関しては。1回目はいつだったかっていうと、この今年の1月、同じ、まあ、ソウル中央地裁ということで、この時は、なんか3階外のですね、裁判長が、私権免除を認めず、私権免除、ね、私権免除っていうのはね、ここですね、国際慣習法上の私権免除を指しています。日本側の全面敗訴判決ということで、この時にね、多くの方がこの国には、国際的な、ね、ものがあるのか、資本があるのか、自分たちの市場を挟んで、国として、ね、国際法を守ってないというのは多くの方が思われて、韓国に対しておかしいと思われたと思うんです。それで、そういったところがあって、今回は、慰安婦訴訟、日本政府の賠償請求を韓国政府が却下、これに関しては日本政府もかなり、ね、抗議をしていた、ました。国際社会にも訴えかけていたので、それに対してやっぱりさすがにね、ここのところ、が重要なんだけど、国家のね、国家の行為や財産は他国の裁判所では裁かれないという国際法、国際干渉法上のね、主権免除の原則を認めた、ここがあるんですよ。これを結局無視してね、無視して認めず、日本側の全面敗訴判決した前回の判決はもちろんおかしかったんですね。なので、これが本来であれば正当な判決であるわけであって、当然のことかなって感じはします。しかし、なんでここまでね、韓国がじゃあなったのかというところで、多くの方は疑問に思われていると思うんですね。これには一つの理由としては、先の選挙で与党が大破したこともあると思うんですね。この先に、選挙によって、くら替えしてくる可能性があるということで、そこも見ているということもあります。でもこれに関しては今回地裁ですので、今後ね、この慰安婦ら、20名がね、最高裁まで争ってくる可能性も否定できないし、やはりこういうね、1回目では、まあ、判決、こういう判決出している国だから、いつ何時ちゃぶ台返しをするのかわからないというのが、ね、多くの方のご意見じゃないのかなって感じはします。やはり嘘をついたりとかね、真実をねじ曲げたりする行為っていうのはね、やっぱり今までのこの歴史認識に、歴史、日韓の歴史観においても数多くやられてきたことで、日本人の中にやっぱり韓国に対して信用できない、北朝鮮ともにね、南も信用できないという、答える方が数多くいらっしゃると思うんです。とにかくこの韓国に関してはね、私もちろん行ったことあるし、韓国人に一緒に住んだことは働いたことありますけど、やっぱり本来しっかりとした国家になるのであれば、ここのところはね、当たり前のことですね、うん、これは当たり前ですね、こういったところからやっていかないと、やっぱり国際社会では認められない国であるのかなって感じがします。日本が今まで援助してきてね、資金と技術援助して、それなりに経済も発展してきたんだけど、やはりそこの心の中にあるものは、やっぱりなかなか変わらないっていうのはね、多くの方がお思いかもしれないんだけど、
とにかく私は韓国のことを思うとね、しっかりと釈迦になるためにはもちろんこれは当然の判決だと思うんでね、これは無視会社とか釈迦会社はやめていただきたいのかなって多くの方が思いじゃないのかなって感じはします。ということで、今回気になる国際問題ということで語らさせていただきました。日韓間の問題というのは、ね、数多くあります。この慰安婦の問題もそうですし、いわゆるその徴用工なる募集工、他にも、竹島の問題ね、竹島に関しては、島根県、日本の固有の領土であり2月22日ということで、ね、それを、ね、戦後の作戦に紛れて奪ったという、日本人にとっては許せない行為ではあるんだけど、そういったところから考えて一つ一つ解決していかないといけない。この日本の政府に関してはここ最近でこそやっと少しはね、まともな外交できるようになってきたと思うんだけど、まだまだなのかなって感じはします。本来であればね、世界、この世界において国際情勢、今米中間の摩擦が今かなり緊迫化してますけど、本来であれば日本こそがアメリカもしくは中国ではなくて、日本こそが世界の上に立ちね、そこで、までまとめて平和を促進していく立場にあるんじゃないかな。それができる国ではあるんだよね。そういった国になっていただくことを私は願っているところであります。ということで今回気になる問題というか、視聴者の方がぜひとも研究してくださいといただきましたね。今回研究させていただきました。このような形で国際問題、国際情勢、もしくは国内の時事問題、ニュース、政治問題、もしくは国内外で撮影してきた、現地で撮影した動画を含めてこちらアップさせていただいてます。ぜひともね、チャンネル登録いただいてない方はね、チャンネル登録いただければと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。有意義な動画を発信していきますので、よろしくお願いいたします。